今回はアディダスの新作スパイクコパピュア101履いてレビューしていきたいと思います。はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。いや、今回ねかなり良くなってるんで、がっつりとレビューしていきたいと思いますんで、はい、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。小平さん、コパピュアはどうですか？いや、結構いいね。あ、いいですか？うん、だいぶスッキリしてますよね。そう、なんかこう無駄が削ぎ落とされたみたいなイメージです。ほんとね、まず FG トップモデルは軽くなって、うん、アッパーもほんと柔らかくなって履きやすいし、フィット感もめっちゃいいし、はい、じゃあここからコパピュアについて、はい、バシバシ語っていきたいと思います。はい、というわけで今回履いたのはコパピュア101 FG です。天然芝用の FG ソールを搭載したトップモデルですね。価格は 27,500 円です。で、コパピュア101 FG に関しては前作のコパセンス101から比べて大幅に軽くなったっていうところが大きなポイントになってます。前作のコパセンス101 FG は片足約 276g、 今回のコパピュア101 FG は約 207g っていうところで、まあだいたい 70g ほど軽くなりました。こう手に持って比べてみても重量の差っていうのはねすぐ分かりましたし、あとは実際に履いてみても、あ、もう今回のコパピュア天使コーク軽いなっていうのはねすぐ体感することができました。ちなみに、まあ、分かりやすく言うと片足 207g っていうぐらいのスパイクのこの重量数値で言うと、アシックスの DSI と X ライ4とか、あとはナイキのねティーンプレジェンド9のエリート FG とかっていうところとほぼほぼ同じぐらいの軽さになってます。なのでね、今回のコパピュア101のこの FG に関してはまず軽くなったっていうところがね一つ大きなポイントです。次にアッパーに関しては水分の染み込みっていうところを抑えてくれるフュージョンスキンテクノロジー、まあ、これを引き続き採用してるんですけども、今回アッパーのベースに採用されている天然皮革の素材がカンガルーレザーではなくてカウレザー、いわゆる牛革になってます。で、牛革って聞くと、まあなんかねこう下のランクのモデルに採用されているようなイメージっていうのがあると思うんですけども、このコパピュア101に採用されている牛革っていうのはクオリティが結構高くて、新品の時からかなり柔らかい質感に仕上げられてます。触った感触としてはもうマジで柔らかいです。あとはねこう適度に薄さもあるんで、足先のねこの感触にゴワつきとかっていうところもないですし、あとは足を屈曲した時にもスムーズに、そしてナチュラルにこの前足部分のねレザーが足に沿ってフィットしてくれるんで、履き始めからスッとねこう気持ちよくフィットしてくれる感触っていうところが印象的でした。あとは前作のコパセンス転身の時と比べると前足部のねこのレザーの採用範囲っていうところも広くなったんで、革の足なじみっていうところもかなり良くなっていましたし、あとフィット感とかその心地よさ、コンフォート感っていうところはもう完全にコパセンスを凌駕しちゃってます。で、もうすでにね試合でも履いてみたんですけども、かなり快適な履き心地でした。軽い、フィット感いい、ボールタッチの感触もグッドで、蹴り心地も快適で、あとはスタッドのグリップ力もいいっていうところで、今回のコパピはいいですね。で、前作のコパセンス転身の時はインサイドにタッチポッドっていうねホーム材をより密に内蔵したエリアっていうのがありました。で、今回のコパピュアに関してはそのタッチポッドはなくなってます。ただこう完全になくしたっていうよりかはインサイドからこのインフロントにかけて全体的にこの薄くホーム材を内蔵した設計にリニューアルされていて、まあ、よりこうシンプルにしながらもこのフォーム材の柔らかさとか、しなやかさっていうのが感じられる、まあ、インサイド設計に改良されたっていうね感じです。実際このパスコンとかかなりやりやすかったですし、ボールを止める蹴るっていうところが快適に行えていました。足元にスッとボールをトラップして、そこからバチッと違和感なくインサイドキックできるっていう感触です。まあね、あの前作のコパセンス101の時もインサイドでのこのボールコンタクトの感触っていうのは決してこの悪くなかったんですけども、コパピュア101に関してはもうシンプル路線になったっていうか、本当この無駄を削ぎ落としたっていうね感じでございます。あとはもうボールタッチ感についても本当ね、細かいタッチとかも快適に行えてましたし、やっぱそこもねやっぱあの前作のコパセンスと比べて本当にあのボールタッチしやすくなったなっていうね印象はありました。ドリブルの感触とかも良かったです。
あとは前作のコパセンス天一 FG の時はヒール部分の外側にめちゃくちゃ硬いヒールカウンターを搭載して、さらにこのヒールの内側のところにはセンスポッドっていうクッションポッドを採用した設計でした。でこれはこれでね、かかとの安定性とかホールド感っていうのがもうめちゃくちゃすごかったんですけども、まあ、その一方でこのごついヒールカウンターっていうのは重さの一つの要因になってしまっていたりとか、であとはですね、僕の場合はFG もかかとの崩れなく履けたんですけども、やっぱこう人によってはかかとの硬さっていうところが、まあ、かかと周りのこの崩れの原因になってしまったりっていうところもあったりしました。なのでまあかかとの安定感は良かった反面、ちょっとそれが足に合わない人っていうところも、まあ、コパセンスの時は、ちょっとあったんですよね、うん、で今回のコパピュア天一 FG ではコパセンスの時あったそのごついヒールカウンターっていうのはなくしつつ、中にヒールカップを内蔵しながらかかと周りにこのしっかりとフィットするように、まあ、適度なスリムさっていうのも合わせ持った設計に改良されていて、さらにこのヒールの内側のセンスポットがあった部分っていうのはよりベーシックな構造にアップデートされました。それによってかかと周りにこの癖や違和感を生み出すような箇所っていうのはなくなっていて、かかと周りの快適さっていうところが今回実現されていた印象です。まあ、ここもねこう無駄を削ぎ落としたっていうか、もうよりこうシンプル路線になったっていうところの印象で、まあねこう簡単に言うとこうなるべくこのいろんな人の足に合いやすいような設計にしてきたなっていう感じです。で甲のところはね一体化設計ではなくて柔らかなショートタンが採用されているので着脱っていうところは楽ですし、あとはこの足の甲へのフィット感っていうところも良かったです。内部にフォーム材も内蔵されていて、このシュータン自体の質感っていうのは独特のこのストレッチ感と、あとはちょっとこうプニプニ感みたいなのがあって、なんかねこの気持ちいい感触で足の甲にフィットしてました。で蹴り心地に関してはインステップキックの蹴りやすさっていうところが印象的です。ロングキックだったりとかフィードキックっていうのもかなり蹴りやすかったですし、あとやっぱりこのコパピュアはこのアッパーに癖がないんで、本当ねこの快適にボールを蹴れてたっていうところね、もうボールインパクトにもう本当違和感がないっていうところでした。でアウトソールについては FG ソールは天然芝用です。で HGAG ソールは土人工芝天然芝多用です。今回のこのコパピュア天地の FG ソールに関しては新型ではなくてネメシス 17.1 とかネメシス 18.1 の方に使われた FG ソールが搭載されてます。ネメシスの初期の2シーズンで採用されていた FG ソールなんで、まあ、その時のこの実績っていうのがありますし、あとはこの FG ソールは軽いので、やっぱこの FG ソールを搭載したことが今回ねコパピュアでこの前作から大幅な軽量化を実現できたっていうところの大きな要因になってます。でこの FG ソールはスタッドのグリップ力がいいっていうのはもちろんなんですけども、やっぱりこの軽さと適度な反発感があるっていうのが個人的には好きですね。あとソールの中足部にトルションフレームっていうリブが搭載されているのもポイントになってます。というわけでコパピュア天一 FG のレビューをまとめると、シンプルで癖のない快適なアッパーのフィッティングと軽さとか機動力、そしてアジリティが特徴のネメシスのアウトソールっていうのが組み合わさった新しいフィッティングスパイクっていうのがコパピュア天一 FG です。個人的にも今回のコパピュアは結構気に入りました。ただねこの FG ソールっていうのは天然芝用なので、普段人工芝でプレーするときには HGAG ソール搭載モデルの方を履いていこうと思ってます。ちなみにねコパピュア天一の FG になると価格が 27,500 円になっちゃうんですけども、コパピュア天一のこの HAG なら価格が 29,000 円ってところで、あとは HAG モデルの方にはこのつま先の先端にねラバーコーティングの加工が採用されていて、まあ、このアッパーの先端の耐久性ってところはねしっかりしてるんで、そこはね結構 HAG モデルのポイントになってます。毎日のようにハードにプレーするこの部活生にとっても結構嬉しい部分なんじゃないかなと思います。というわけで以上がコパピュア天一のレビューです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。スパイクボイスは小池でした。